トロストク防衛戦の最中、それは起こった。巨人を次々となぎ倒す謎の巨人が現れたのだ。それが知性を持っていることは明らかだった。ライナー、ベルトルト、兄の前でその巨人のうなじから姿を現したのは104期訓練兵団の同期であるエレンだった。兵団は巨人化したエレンに巨眼を運ばせ、壁に開いた穴を塞ぐ作戦を敢行する。ライナーとベルトルトも訓練兵団の一員としてこのトロストク奪還作戦に参加し、エレン巨人が巨眼を持ち上げるまで巨人たちを引きつける任務に当たることになった。エレンが食われるかもしれない。そうなれば何もわからないままだ。ああ、いざとなったら俺の巨人で何とかするしかなさそうだ。二人とも何の話をしているんだ。俺の巨人ってなんだよ、ライナ。マルコ、今の話は冗談だ。気は確かか？君らしくないな。今は作戦に集中しろよ。精鋭班の負担を減らすんだ。冗談なんだろ。いや、お前は察しがいいからダメなんだよ。兄、助けてくれ。俺たちの会話を聞かれた。もう生かしておけない。ふざけるな、クソ野郎。ライナー、巨人だ。こっちに来る。兄、マルコの立体起動装置を発生。はあ、あんたらの不始末だ。ベルトルトとやりな。お前あの時コニーを命張って助けてたよな。なぜあそこでそんな危険を犯した。この悪の民族に情が移っちまったのか。違うってんなら今ここで証明してみせろよ。お前とお前の帰りを待つ親父が汚れた民族と違うって言うんなら証明しろ。やめろ。兄、なんでなんでだよ。それでこそ戦士だ。兄、よくやった。なんでそんなに急ぐんだよ。まだちゃんと話し合ってないじゃないか。おい、なんで。マルコが食われてる。